今日からアメリカを訪問する予定の鳩山総理大臣は、今日午後総理官邸の庭で元大リーガーの桑田真澄さんからピッチングの手ほどきを受けました。夜ですね大丈夫ですか、桑田。鳩山総理はニューヨークで開かれる国連総会などに出席するため今夜アメリカに向け出発しますが、滞在中に大リーグの始球式で登板を予定していることから、桑田さんにピッチングの手ほどきを受けることになったものです。桑田さんからプレゼントされたユニフォームを着た鳩山総理は、昨日も投球練習をしていたというだけあって手慣れた様子でキャッチボールを楽しんでいました。